編集チャンネル。どっちにしろ基本的に運用すればおそらくその1000万が1500万になったり2000万に将来的になっている可能性が高いと、うんうんうん、だったらいくら少なかろうが増えることには変わらないからやっといた方がいいんじゃないっていうのが伝えられるメッセージ、うんうん、伝えられるメッセージ、はい、ってことで結論株式の売買の方でやりますわ。配当というよりかは買ったものが値上がったぜっていう方を狙っていくって感じ、うんうん、で配当ってなんかね言葉の響きはいいけどね、うん、債券と同じようなもんでしょ。だって実利で言ったらそれと同じわけだから。そうそうそう、うん、いらないそんなさすがでございます。さすがでございます。配当目当てで投資してコツ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 積み立ててっていう人もやっぱいるわけよ、うん、まあ、安定が欲しい人やっぱ多いからね、うん、だからその高配当銘柄って呼ばれてるような銘柄はそんなに値動きもしない、うん、大きく売買をしないから、うん、なるほどね、みんなが保持するからあんま値動きしない。なるほど。高配当って何パー？ 5% いったらすごいよ。 5% いったらすごいんだ、うん、すごい。会社員の人が投資できる金額なんてせいぜい1000万とかさ、うん、2000万とかなかなかないじゃん。だって、まあ、ない。そうそう、若い頃からやってるとさ、うん、まあ、例えば月3万円やってたらしてもさ、うん、10年後20年後30年後には結構な金額になってるじゃん。3万で年間36万で10年で360万、30年で1000万だからね。そうそうそう、1000万ぶち込んでも 5% だったら50万でしょ。そう、でも年間50万か。そうそうそう、うん、まあ、そしたら確かに月4万って考えたらでかいかもね。そうそうそう、うん、なるほど。でもまあ3万ぶち込んだ元本分だけじゃなくて、うん、純粋には複利計算で、そう、最初の1年目の36万は2年目はちょっと増えてるし、うん、っていう、もうちょっと早いんだよね。確かに確かに。その辺っていうのはね、ちょっとシミュレーションしようと思うと厳密にちょっとやらないと。複利って結構いい響きだよね。複利はねもうやらない手はないのよ、うん、このやり方が一番いいっていうのは正直なくて、結局自分の価値観とか株元だったらそのちょっと増えても面白くないから値上がりを狙いましょうってなるし、じゃあ株でいくわ。 OK。 それが一番楽しそうだって。コロナの市場の中でズーム伸びてんなっていうのを人より早く気づけばいいだけでしょ。そうそうなんよ、基本的にはそれだけなんだよね。余裕だよ一応じゃあ株式のメリットとデメリットっていうのを改めてお伝えすると、うん、メリットの方からいくと、うん、まあ、青天井の可能性がある。債券だとさ、うん、100万貸して5万って言ったら、うん、まあ、基本5万しか入ってこないよね、はいはいはい、簡単に言うと、うん、株式っていうのは、うん、その会社がまあ簡単にどれだけ成長するかにリンク してるわけよ、うん、でもさ会社の成長なんて限界ないじゃん、うん、理論上青天井になる可能性がある、うん、普通に毎年2倍とか場合によっては10倍になってる銘柄っていうのもポンポン出てる、うん、それって100万円買って20% 成長したら120万は分かる、うんうん、100万入れて 20% 成長したら40万もらえるようなかけ方はできるの。かけ方というか買い方、あ、それはねできないね。あ、それはできないんだ、うんうん、その回減ったらその分40万減るみたいな。あ、信用取引っていうやり方があって、うん、バイプッシュできるとか、まあ、何倍にもこう仮想で運用できるというか、はいはいはい、100万入れましたと、うん、1000万で運用したことにさせてくださいやり方があれば、ね、なるほどね。それがだから自分の要は資金以上にかけられるってことね。そう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 、うん、1000万実際にかけるのと、うん、信用取引で1000万やるのとの違いは何なの？その利益のとこだけ見るとあんまり変わんないかも、うん、変わんないんだかな、うん、ただ信用取引仮想でやってるわけじゃん、うんうん、いつか売らないといけないケースが多くて、はいはいはい、例えばさもっと持ってたいのにとか、あ、なるほどね、あった時に、うん、自分のペースで取引できなくなっちゃう。そうそうそう、だから基本はねもう普通に入れたお金で買うの方がまあ、管理も楽だし、なるほど、おすすめかなとは。なるほどなるほど。で慣れてきたら、うん、一瞬だけ資金移動させるとめんどくさいから、うん、今お金をがんあの担保じゃないけど担保にしてちょっと一瞬だけやってみるとかっていうのは全然ありだと思う。いけるっしょっていう、ね、いけるっしょってなったらもうドンカモさん5倍プッシュしてるからやろうデメリットの方で言うと、まあ、これはね最悪のケースっていう言い方なんだけど、うん、ゼロになることも世の中にはある。会社だからね。そうそうそう、会社だから倒産したらもうさ、うん、その倒産した会社のオーナー権なんて誰もいらないわけじゃない、うん、あの最悪ゼロになるっていうのが、うん、株のデメリットかな。なるほど、やってみたくなりましたわ。だから次回の撮影までに証券口座を開設しますわ。これ見てる人も俺と一緒に投資の始めようみたいな、うん、そうそう、うさんくさい情報商材のなんかさ、大学生とかさ投資は何だってやってるのはやっぱあんま意味ないのかな、うん、自分が働かなくていい、まあ、代わりに自分じゃないからそのあれも少ないけど、うん、ちゃんとね乗っかってくるっていうのが、なるほど、ね、投資の、まあ、でも、はい、あのもともとね、うん、なんで俺は投資やるの嫌だったかっていうと、うん、お金が働いてくれるとはいえ、うん、何回か管理画面見たりとか、うんうん、ちょっと調べたりとかするわけじゃない。するする。例えば今俺が時給10万円だとすると、うんうん、月に2時間とか、うん、それに時間かけたら20万まず赤字なんだよ。それを
稼ぐのって結構大変じゃねっていう感覚からやらなかったんですよ、うん、はいはい、年初チャンネルの企画としてやれるんであれば、うん、一応これも労働に入るんで、俺からしたらコスパが良くなるみたいな感覚ですね。一、はい、人でこっそりやるんだったらやりたくないもんだから、やっぱり再生数が伸びたりとかするんであれば、うん、まあちょっとやってみようかなみたいな。なるほどね、うん、一番投資したくない層だと思うんだよね。というと数百万しかない人はさ、嬉しいじゃん数万円増えても、うんうんうん、だからやるのよ。10億とかある人はお金をさ守るためにいろんなところに分けて置いとこうとか、なるほどね、その子孫のために増やしたいなとか、うんうんうん、そのいろんな別の欲望が入ってくるんだよね、はいはい、で多分株元は今普通に自分でやりゃ稼げるそのゾーンにいるから、うん、で稼ぐわっていう多分一番 ね、 そう一番多分ね、やらない層だと。なるほどね。ぶっちゃけじゃ株元にめちゃくちゃおすすめかって言われるし、うん、じゃない。ああ投資はね、そうそうそう、自分でやった方が金稼げるから多分将来的に多分知識としては知っといた方が、うんうん、そうだね。今回マスクの会社とか買いたかったもんだって。そう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 、証券会社でやった時に、うん、お客さんで超有名企業の役員やってましたとか、うん、自分で会社やって、うん、もう資産貯めてもう引退するから投資にやりたいとかって人がすごい来るわけ、うんうん、そういう人が証券会社の1年目の子とかに、うん、どうしてそれ買ったのみたいな商品を買わされてたりするわけよね。要はお金だけ持って知識がないっていうのは結構危険なパターンとしてあって、なんかよくわかんないけどお金が減っちゃったって一番嫌じゃん、うんうんうん、だったら知識を積み重ねておいて、うん、自分だけでもできるようになる方がいざお金持った時にも守る。なるほど、めっちゃいい話。アモさん、ストックさんのはいつまでもプレイヤーをやるわけじゃないじゃないですか。確かに、うん、10年後には投資家になってるかもしれない、うん、なるほど、うん、じゃあ最終的にこの動画の最後に、はい、古川メソッドっていう16万ぐらいの情報商材の販売が絶対に儲かりますそういう動線につなげていきます儲かるって言っちゃうと我々を捕まるからもうダメなんだけどまあちょっと投資をねやるっていうきっかけを作ってくれたんで、ちょっとあんまりねさっき言った通りで自分でやったかも分かんなって思っちゃうんだけど、うん、まあ、将来に向けてちょっとリテラシーを高めて、年収チャンネルの視聴者で絶対儲かんないであろう投資に騙されて、そう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 、投資をしちゃう被害者を減らすために俺が2倍にしたいとか言うので鼻で笑われたじゃん、うん、あれね、一緒に笑われた気分になってるやつで絶対いると思うから、あ、本当、うん、感覚的にはだって投資っつったらさ、うん、バーンってバーンって、まあ、ギャンブルとかと近い感覚でいるとやっぱそうなっちゃうけど、そうなっちゃうね、ってなるとやっぱね種銭がないと意味ないよねっていう感覚にみんななると思うから、ね、うんうん、でもそれを踏まえた上でちょっと事業投資を一緒にやっていきましょうと。俺本当に株式全く分かんないけど、うん、株式投資とかしてるツイッターアカウントとかさ、うん、よく図とかさ、こ、うん、れを見ながら、うん、ここはこうなったらこうでとかってやってんのを見てると、うん、何も知らない俺からすると、うん、いやいや事業のなんか成長なんて、うん、こんななんかこう上がったからこうとかじゃねえからみたいな規則性とかねえからって思っちゃうわけですよ、うん、知らないからこそそう思うんだけど、うん、いざ知ったらなるほどなと。逆にその目線から自分の会社の成長とかもなんか逆に予想できたら面白いんじゃないかと。そうね、うん、このチャートは、うん、市民毛量がね、うん、渦巻いておりまして、ね、いや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 、もう炎上させるような人たちがもういっぱいいるなら、なるほどね、まあ、あとね、なんかそのこの期間だけ見たら当たってるけど、うん、これで見たらうんみたいなのとかも多いのよね、うんうんうん、はいはいはい、あんなの商売でさ、要は売ってそう利益の差分が出て、そうそうそう、それが会社の業績につながるのに、チャートで会社の業績なんて予想できるわけがないと思っちゃう。あの実際はじゃあ俺が株買うってなった時に、うん、どういう教え方をしてくれるの。そうだね、いくつかベーシックな、まあ、原則っぽいのがあるのね、うんうんうん、確実な法則じゃなくて原則っぽいのがあって、うんうんうん、例えばで言うとやっぱり売上と利益が伸びてる会社を買いなさいって話になるのよ、うん、はいはい、どう考えても、はい、あとはいろんな国のを多分買っておいた方がいいという話もで、国、はい、でなぜかっていうと、まあ、日本ってさ、じゃあ10年後20年後さ、うん、世界のトップかって言われると多分違うし、うん、傾向としては多分下がっていく方向になるんじゃないかなと思うわけよね、うんうんうん、その時に日本の会社だけのオーナーでいいんでしたっけ、うん、他になんかギュインって来る国って、うん、ないんでしたっけ、うん、っていう話が絶対出てくるの。じゃあ今だとやっぱトップってアメリカじゃん、うん、で中国もすごいじゃん、うん、でもしかすると新興国もすごいさ、うん、人口増えてるし、うん、活気にあふれた国がドッて出てくるかもしれないじゃん、うん、売上とか利益が伸びてる株とか、あと世界で見た時にそういうものってないかなっていうのを探しに行くっていうのが僕のおすすめする株のやり方。 OK です。じゃあそれちょっと楽しみにしておきます、はいはい、じゃあ次回のアブカブ企画ですか。カブカブを通称カブカブにするからも、はい、お楽しみに。ありがとうございました、はい。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。